パン。ホイポイピンキッズ、熊本県に到着だね。わあ、熊本で美味しいものもたくさん食べて綺麗な写真もたくさん撮りたい。早くくまモンに会いたいね。あ、ところでくまモンは一体どこにいるのかな。どこだろう。どこ。みんな、くまモンどこにいるか知ってる？あれ、この歌は音楽が流れてくるところに行ってみよう。わー、くまモン、くまモン会いに来たよ。くまモン、一緒に遊ぶ約束をしたよね。熊本に来たよ、遊ぼう。へー、じゃあ一緒に楽しい旅に出かけよう。くまモンと楽しい熊本ツアーが始まるよ。熊本県には何があるかな。ねえねえくまモン、熊本県には何があるの。へえ、天草の海とか阿蘇山もあるね。今日はどこに連れてってくれるの。毎日海にいるから山の方に行ってみたいな。じゃあ阿蘇山にしよう。阿蘇山までの行き方を今流行りのインデックスチャレンジゲームで決めない。2つのオプションの中でランダムに1つを選んで決めるの。イエーイ。じゃあ行くよ。ホイポイピンキッズ。ドキドキ。えい、やったレッツゴー。わあ、見て見て、駅に着いたよ。へえ。熊本地震からの復旧工事が終わって2023年の夏に全線再開したね。電車に乗って熊本を応援しよう。お腹空いた。ピンキッズ、お腹空いた？くまモンも？実は僕も。やった！早く行ってみよう！メニューもインデックスカードチャレンジで決めるよ。行くよ。ハイボーイピンキッズ。熊本といったら赤牛。本当に美味しそう。綺麗な水で作るお蕎麦。本当に美味しそう。赤牛たっぷりの牛丼でしょ。お蕎麦の方が美味しそうだもん。そうだよね、くまモン。へえ。二枚も？すごい！くまモン、二枚全部引いちゃったの？やっぱりくまモン天才。
みんなでたくさん食べよう。いただきます。おいしかった。くまモンのおかげだよ。ありがとう。へえ。くまモン一緒に行こう。なになに、ここはどこ。うわー、川だ。お水きれいだね。へえ。うんうん。うわー、そのまま飲めるんだね。なんだかまたお腹が空いてきた。さっきあんなに食べたのに。デザートは別腹。デザートタイムどう。デザートタイムにも欠かせない。今回もインデックスカードチャレンジいくよ。ホイポイピンキッズ。今度は僕が引いてみるね。ベビーシャーク、落ち込まないで。 Sharing is caring。 みんなで分けて食べよう。よし。みんなと分け合うことはいいことだね。うんうん。みんな、今回の旅行は楽しかった？もちろん、くまモンのおかげですっごくすっごく可愛い写真がたくさん撮れたよ。ご飯もめっちゃ美味しかった。まだお腹がいっぱい。まだ紹介したいところがそんなにあるの？くまモン、これからも僕たちと一緒に楽しい旅に出よう。これを見ているみんなも一緒に旅に付き合ってくれるよね。もうくまモン。からピンキッズで検索してね。